藤村治は、日本の政治家、火災会会長、衆議院議員、内閣官房長官、拉致問題担当大臣、外務副大臣、厚生労働副大臣、民主党国会対策委員長代理、幹事長代理、衆議院厚生労働委員長、沖縄及び北方問題に関する特別委員長等を、歴任した。大阪府大阪市生まれ、 大阪府立豊中高等学校を経て、広島大学工学部経営工学科卒業。大学在籍時に交通事故維持の作文を読んだことをきっかけに交通維持育英会の活動にボランティアで参加するようになった。大学卒業後、交通維持育英会の職員を経て、足長育英会顧問、協議員、社団法人日本ブラジル交流協会理事長を務めた。 1993年第40回衆議院議員総選挙に旧大阪3区から日本新党公認で出馬し、初出馬ながら新党ブームに乗ってトップ当選。翌1994年日本新党の回答に伴い新新党決闘に参加。1996年の第41回衆議院議員総選挙では小選挙区比例代表並立制導入に伴い、 大阪7区から出馬し、再選。1997年末の新進党回答により、国民の声に参加。その後民政党を経て、1998年の民主党結成に加わる。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、民主党公認で出馬し、大阪7区で参戦。2001年9月、党国会対策副委員長に就任。 2003年の第43回衆議院議員総選挙でも大阪7区に出馬し4選したが、2005年の第44回衆議院議員総選挙では、小泉旋風に乗る自由民主党の渡嘉敷直美に大阪7区で敗れた。しかし、長福立候補していた比例近畿ブロックで復活して5選。その後、党国会対策委員長大臣に就任。 民主党次の内閣では2006年にネクスト文部科学大臣2009年にネクスト厚生労働大臣にそれぞれ就任した2009年の第45回衆議院議員総選挙では大阪7区で前回敗れた渡嘉敷に勝利し6選。同年9月衆議院厚生労働委員長に就任厚生労働委員長として2010年3月には子ども手当法案 同年4月には国民健康保険法改正案の採決を行った。2010年6月、菅直人内閣で外務副大臣に就任。同年9月、菅直人第一次改造内閣で厚生労働副大臣に任命された。2011年1月、民主党幹事長代理に就任し、厚生労働副大臣を退任。2011年9月2日、 野田内閣の内閣官房長官に任命され、初入閣した。経済産業大臣、八路義夫の辞任に伴い、同年9月11日から公認に、枝野幸男が就任するまでの間、臨時代理を務める。2011年11月14日、拉致問題担当大臣を務める国家公安委員会委員長、山岡賢治の補佐として、拉致問題に詳しい国土交通副大臣の松原、 としに拉致問題担当副大臣を兼任させたことに自民党が反発し混乱を招いたとして首相の野田義彦から厳重注意を受けた。2012年2月21日、島根県から招待されていた翌22日の竹島の引き年式典について国会日程を理由に欠席する考えを示した。2012年8月23日、 尖閣諸島の保有をめぐる問題で、地権者からの購入に関し、同日の衆議院に予算委員会における外交、安全保障に関する集中審議で、地権者に確認したところ、政府の責任で判断してほしいという意向だったと証言した。この件について、地権者の同意を疑問視された東京都知事の石原慎太郎は、翌二十四日、つい最近も地権者に会ったけど、 そんなことは言ってない。ニュースソースはどこにあるんだと否定した。2012年10月24日、法務大臣兼拉致問題担当大臣、田中慶州の辞任に伴い、拉致問題担当省を兼務した。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では民主党への強い逆風や、 自身の北朝鮮のミサイル発射に関する直前の出現もあって、前回下したとか式に小選挙区で敗れた。さらに、比例近畿ブロックからの比例復活もならず落選した。現職の官房長官が落選するのは、日本国憲法が施行されている現行の制度下で、史上初めてのことである。2013年10月2日、政界からの引退を表明した。民進党の分裂後は、 国民民主党で大阪フレンコモンを務める。ありがとうございます。